はい、12月21日月曜日の熊澤です。今日はちょっと撮るのが遅くなりまして21時半になっちゃいましたけれども、今日は GH4 と、レンズがコムライトのブースター経由でキャノンの EF17mm40mmF4LUSM をつけてます。で、ブースターの性質上絞りが1段明るくなるので F4 のレンズですけども F2.8 の開放で撮ってます。今日はね、一日動画の編集をしていたわけなんですけれども、なんていうのかな、まあ、いわゆるミュージックビデオというか、リリックビデオというか、プロモーションビデオというか、まあ、その類のものなんですけれども、撮影をしたのは僕ではないんですよ。撮影を担当したのは僕ではなくて、まあ、アーティスト、バンドさんから、撮影済みのデータをいただいて、それに沿って編集をしていくっていう、内容なんですけども、このね、編集っていうのが、まあ、結構、まあ、大変ちゃ大変でございまして、まあ、もちろんね、そのクリップ、その各素材、動画の素材が送られてきて、まあ、ある程度整理はしてもらってたんですけど、まあ、僕らからすると、例えば絵コンテがあって、曲の流れに沿って、このカットを使います、このカットを使いますっていう、まあ、手段が、まあ、オーソドックスかなと思うんですけど、まあ、歌詞カードに、ほんと一言メモ、撮影の一言メモみたいなものを添えたものを、まあ、写真でいただきまして、それと、まあ、クリップを照らし合わせながら編集していくというような内容でした。まあ、なるだけね、その、あんま手間かけないように、してあげたいなっていう思いはあるので、まあ、もうちょっとわかりやすくしてくださいというのはなしに、やったんですけど、まあ、割と苦労はしましたですね。で、しかも編集の内容が結構トリッキーで、まあ、通常、まあ、例えば、ミュージックビデオを撮影しましょうという時にはですね、まあ、例えば、ログで収録をして、カラコレをして、で、クリップ並べてとか、まあまあ、そんな程度じゃないですか。で、まあ、歌詞入れんの入れないのみたいなもんなんですけど、まあ、あとトランジションを加えるんですかとか、感じなんですけど、今回どちらかというと、めちゃめちゃ、エフェクティブな演出が多いものだったんですね。そもそもで、参考にしてほしい映像っていうのがあらかじめ、聞いてまして、それが、まあ、かなり、こう、独特なものなので、その作例に、割とこう、忠実に合わせてほしいというような内容だったので、まあ、エフェクティブというか、クリエイティブというか、まあ、そんな内容なんですね。で、今日、取り掛かり始めて、要はその、クリップを並べる、エフェクトを処理する、トランジションを加えるなんていうところまで、一旦終わりました。で、明日は、実際に歌詞を入れるんですけれども、その歌詞も、かなりエフェクティブな、もう本当リリックビデオというか、こうエフェクティブなというか、割とこうヒップホップな楽曲なんですね、元の楽曲が。なので、こう言葉が結構こうバババーっと詰まってるような、ヒップホップというか、まあ、ラップというかね。なので言葉がバーッと詰まってバン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 こうワードが出てくるような曲なので、それをこう加えていって、さらにそれもしっかり動かしていくっていうね。で、まあ、今回はおそらくなんですけど、その作例でいただいた元の映像作品がファイナルカットプロの中だけで多分完結させているなと、僕はファイナルカットのヘビーユーザーなんで、見た時に、あ、これファイナルカットのあのエフェクトなんじゃないとかっていうのってわかるんですよね。なので多分ファイナルカットプロで全部完結してる映像だと思うんですよ。コンプレッサーじゃなくてモーションで、そういうのを作ってとかではなくて、なので割と内部完結、ファイナルカットプロの内部完結ができるんで、まあ、このテキストの処理っていうのもファイナルカットの中でやっていくことになるであろうという感じなんで、明日はそれを取り掛かろうという感じでございます。まあ、今日はなんかそのね、機材についてどうだああだこうだっていうのはないんですけど、こう映像編集をしてるとね、やっぱりね、自分で撮って自分で編集したいっていうのはぶっちゃけたところではあるんですけど、まあ、編集だけでもガンガン
やらせてもらえるんであれば、あの断るってことはなるだけねしないように、していきたいなというふうに、思いました。ただあのミュージックビデオを撮りたいなっていう欲もちょっと湧いたっていうねふうに、思いました。なので明日はね、テロップの処理をガンガンしていく、そんな一日になるであろうと、思っております。熊沢でした。